さて、まあ前の4人がどこ行ったかなと思ってうろうろしてた一人ジャグラー行った後がね、みんなどこにいたかわからなかったんですけど、まあエウレカもポパイも行かなかったんで、まあとりあえずさっきちょっと言ってたようにポパイ来ました。はい、初打ちなんでね、どれだけ出玉があるか。ポパイの高設定を何度か見たことあるんですけど、まあ出てるイメージあるんでね、ちょっと期待したいかなと思います。同時当選がスイカで、15% ぐらいですね、全設定表示。あとチェリーで 7% から 8% ぐらい。あとチェリーの出現率が50分の1と60分の1で若干設定差があるというのと、あとまあチェリーから赤7が出てくれば、赤7が出れば出るほど高設定というゲーム性ですね。中段チェリー出現で問答無用のボーナスゲット。早いゲーム数で嬉しいがレギュラー、これは ART につながるのか。ポパイ、あのボーナス成立時にも、あのボーナス成立時に ART 抽選するんですけども、定格、まあ通常ですね、あ、まあ、ほとんど振り分けがゼロに近いんで、まあ、設定6だとしても1個も 0.6% とか確かそれぐらいなんで、あっさり揃ったな。押し順正解で ART、 つまりナビストックはありません。これまあ当たり前けど ART 入らないと結構きついかもしれないですね。負け後は高確移行率が30から100ゲームの振り分けがあるんですけども、あ、振り分け20から100まであるんですけど、だいたい20ゲームで、まあ設定6だと、まあ、2分の1で高確いきますよと、まあ、一応目安の一つですね。演出ショット寂しいんかな、どうなの。4号機のポパイはやっぱりその出玉感ありありの時代にね、若干一発があまり見込めない感じだ。まあ今考えれば十分なんですけど、まあ他にね爆裂系が多かった時代だったんで、正直初代人気そんな出なかったんですけどね。だ自分も最初はなんやかんや言うて打たなかったんですけど、なんかね、こう一周してちょっと最後の好きになってたような気がするな。開幕レギュラーに ART はなし。微妙なスタートで始まったポパイブリッド実戦。高設定、6なら激アツな機種だが、チェリーがまだ引けてないですね。ハゼロ、これはまあリーチ目ですね。スイカからの、あっさり揃うやな。広角そば、まあ、40、50ゲームの時点では広角だったと思うんですけど、80ゲームぐらいですが、総投資3000円でビッグ。何やらボーナスの引きがいい感じ。ちなみにビッグ中の白7揃い確率は180分の1。これが引ければ鬼に金棒、ポパイにほうれん草である。青な、あ、右リール青7と化け4コマ以内なんで、判別青7狙って外れたら赤7狙う、化けまで来たら化け狙う、外れたら赤狙う、右でできるな。カットイン種類あるんですかね。
なんかカット1個だけなのかな。テンパイすんねや。今の当てるとストックされるんですけど、ブルータたちは降格だと8センチぐんと上がるんですけど、まあ、降格時の 4% でナビ出たり、あとまあボーナスドローが180分の1なんで結構壁高いですね。ビッグ中にナビストックはできなかった。しかしまだチャンスはある。 ART につながるのか。これはちょっとまずいな。簡単には ART 突入ができない模様。ビッグ中の白7揃い、これが引けないとでかい一発はないのか。早いゲーム数でビッグの連チャン。ビッグ成立でのナビストックは期待できる数値ではない。つまり白7揃いが引けるかが肝心。なんかすな、降格だとブルートサダチが 18.7 分の1なんでね。まだ1個ある。おお、当たった。ブルート叩きが成功し、ART が確定。ビッグ中に2回も発生していたが、降格だったのかも。白7揃いも引きたかった。斜めベル入賞で ART 突入。1セット20ゲーム、1ゲームあたり純増1枚。基本やっぱり長い連チャンの売り分けが薄いんでね、上乗せ方がありますかな。ハズレを引けば20ゲーム加算、あと、チェリースイカでも加算中としてるんですけど、 ART 中のゲーム数加算について、ART 中は特定役を引くと20ゲームの加算抽選が行われます。ハズレ出現時にゲーム数の加算がなければ設定5 or 6が確定。追加成立時には段階的な設定差があります。ちなみに1セットの間に一度もベルが成立しなかった場合もゲーム数が加算されます。これはハズレではなく、多分これ1枚後のこぼし目やと思うんでね。まあ大体ワンセットなんでね。まあけど一発はまればね。お、トラ柄のあの目は一枚役なのかな。単独か一枚役か、一枚役でベル、じゃあリップ外れかもしれないですね。初打ちのためボーナスの当選要因がわからない。しかしボーナスを数珠つなぎで引きまくっている。
この調子なら ART にも。ああ。くそー。なかなか ART につながらない。入ったのは1回のみ。出玉はあるものの設定カンパ的にも肝心のチェリーがまだ捨ててないですね。50分の1か60分の1か。スイカかさあ来い。あら、おっ、落ちやあかん。180分の1という数値を見るんじゃなかった揃いそうにない。案の定白7揃いはなし。そして ART はなるこいなるこい。出た。これ今5の0なんで、せっかくの 119% 機種のポパイ、見切るにはまだ早い時間だが、怖い一面を見る前に動いた方が得策なのかも。まだチェリー2回やもんな。これは本当広角でいかに引くか。計画だと6でもあんまりうまみないんでね。119.7% はどの辺でどうなって 119% なんかな。振り分けかな。初打ちなのでいろいろと試行錯誤しながらの実戦。高設定の感触がわからない。加えて高設定の挙動がまだ見えてこない。これには不安を覚えてしまう。気がつけば飲まれて追加投資の時間に。この微妙な展開に拍車をかけるように隣の台の ART がまだ連チャンし続けている。チェリーで魚。よく見るとちょっと分かりづらいかもしれませんが、虎柄の魚。チェリーの同時当選でレギュラー。無言で消化する生駒さん。この展開は疲れてしまう。レギュラーを引いた時はおそらく定格に滞在していた。つまりそれは全然面白くない本当に面白くない。移動を考えての空き台探し。しかし有料店の熱いイベントなだけに空き台がない。この状況でどう立ち回るのか。ジャグラー系の台には空き台がある。しかしこれは花花かジャグラーしか空いてないねんもんな。すごいいっぱいエヴァがここ空いてるんですけど、打ちながらちょっと見てたんですけど、まあ微妙でしたね。打てるような空き台がなく仕方なくこのポパイを続行。とりあえず広角らしきゲーム数まで打ち続けると、
追加ですね。これで7回ボーナスついて、工程確実に見抜けるわけじゃないんですけど、さすがに7の、まあ、0はね、1回はあの自力で当てたやつなんで、ボーナス振り分けとかを見てもやっぱりこのビッグ中に7を揃えないと話にならない、まあ、逆に、まあ、逆の言い方すれば7を揃えれば夢は若干あるかなと。起死回生の一手となるはずだったビッグ、しかし180分の1の白7揃いは引けず、やはりこのポパイはないのか。五択を自力で当てるのは難しい、見せ場が作れない。高確確定演出はポパイ等とかねあるんですけど、高確資産演出の、まあ、ジープペットですね、出現とかこう、でっかい器とかあるんですけど、確実には見抜けないのかな。やっぱりそして高確から転落したと思われるゲーム数でやめる。